はい、今度は F のポジションですね。 C と F で左手違うからやっぱり左手慣れてれば弾きやすいってことですね。やっていくことは全部一緒ですからね。上から移してください。ポジション練習その1ですね。ね、ベースが入ると。こんなイメージなんですね。今度はまたね、もう分かってる通り明るいくらい、はい、通常画面にしてください。はい、これ上行形の入れ子のパターン、それから下行形とあります。当然左手変わってますからね、うん、全部変わってる。で、次が上行形の、ポジショニング、ブルーノートヘキサトニック、これも入れ子状態、毎回の練習で決まってるようにね。で、こんだけ音符が増えるとちょっとリズムがね問題になっている。左手のリズムがジャズっぽくなくなっちゃう人がいるんで、それちょっと注意事項として、じゃあ上から移してください。はい、じゃあちょっと F のカラオケ使って、左手だけ見てください。ワン・ツー・シー・フォー、つくたつくた、つくた、つくた、このつくたね、つくた、つくた、つくた。で、この左手のパターンっていうのは実は4通りあります。本当は前引っ掛けの練習をするためにこれを選んでます。アドリブ練習なんでね。例えばオンですね、これはもうダメな人ね、十分じゃんこれでっていう人はこれでいいんです。次つくた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 、次1234123412341234123411つくた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 1234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 、最後に23つく、この場合は次のコードが前倒しになります。前倒しに、はい、というふうにですね、リズム系がいろいろあります。オンで打ったりつくたの位置がずれたりするわけです。はい、通常画面にしてください。もう慣れちゃった人はこれ自由自在にやっていくっていうことが、簡単なキーでそっちを特化したい人もいると思います。だったらそれで練習してください。いや、そんなんじゃない。私は全部のキーきちんとやるんだ。書いてある通りやるんだってさ、もちろんやってる通り転調して練習してください。その時ですけど、ちゃんとコード進行を覚えてください。
練習方法は例えば F#Dm7Gm7C7、これが E フラットだったら Eb7Edm7Fm7Bb7 っていうふうにコード進行1625みたいな感じで覚えていくんです。それで押さえ方は譜面を見ずに鍵盤だけで押さえる練習をしていくことをお勧めします。譜面を見ずに弾けるようになれば即座に弾けるようになってきます。はい、ではポジショニング練習のこの上降形以外に下降形があります。で今度 F のキーでアドリブしている例ですね。これも先ほどのように暗い明るいで書かれてますから特別に例示す必要もないような気もしますね。まあPDF クリックしたら音が出ますからね。うん、だからそうだな、僕は勝手気ままに弾いてるのを見てもらった方がいいのかな。一応弾いてみますね、譜面通りね。そこから気ままにやりますから。で上から映してください。ここから始める。今度暗い方。暗い方。と一緒に弾いたらいい。じゃあ通常画面にしてください。ということで今回は1°6#1°7#2°7これは9が入っています。 G7 は明るい方が9、13、暗い方がフラット9、フラット13、まあマイナス9マイナス13とも書きますが、そういう形のコード進行を精通することを目的としておりました。ご清聴ありがとうございました。